はい、どうもクラゲです。今回のネタはね、今回やったと面白い出来事をね、話していこうと思います。僕最近ですね、某服屋さんにね、ちょっとね服買いに行こうと思って入ったんですけど、友達でね、そして体温測るじゃないですか、この検温でこうやってピッておでこに当てるやつ、それやったらなんか入れません、温度が高いって言って、えと思って見て38度もあって、やばってなって、えなんでってなって、やばいっすよね、ほんとに。で、他の友達入れてんすよ。僕だけね、なんでそんな、ね、30、なんか、そんな体温があんのか、ほんと。コロナでもかかったんでしょ、ないでしょうかね、ほんとに。ほんとに。ね。あ、ちなみに、帽子を増やしました。どうっすかね、これ。似合ってたら、高評価ボタンを。似合っていなかったら、低評価ボタンをお願いします。今回からね、ちょっと炎上系もね、しっかり取り上げていこうと思うんで、今回これからもよろしくお願いします。で、なんか机もね、行こうかなってますよね、すごい。ね、気合いをね、気合いの入れ方ですよね、これが。これがプロフェッショナルです。このファッションコーデは、口で、はい、どうすかね、これ自然と一体化しちゃいましたけど ね人間はね、自然と共に生きてるんで、この辺もありなんじゃないでしょうか。僕はいいと思います。あ、今回からね、この雑草ファッションを取り入れていこうと思います。どうすかね、これなんかめっちゃもじゃもじゃしててね、自然を感じるんじゃないでしょうか。はい、今回どうでしたでしょうかね、今回の動画ね。今回はね、この雑草を紹介したんですけどね、このなんか自然と一体化なってね、ギリスーツの一部切り取ったんかいみたいな感じになったんですけどみたいなね。で、今後はね、ちょっとね、炎上系や、まあ、ファッションコーデのパート10まではやろうと思ってるんで、まあね、これからも応援よろしくお願いします。この動画が良ければ高評価ボタン、悪ければ低評価ボタン、チャンネル登録お願いします。